チャーリー・ジョーンズは、主に1870から1880年代に、活躍したアメリカ合衆国のプロ野球選手。ポジションは、外野手。ノースカロライナ州、アラマンスカントリー生まれ。右投げ右打ち。ニックネームは、ベビー。主に現ブレーブスと、レッツで活躍、リーグ最多本塁打を1回、最多打点を2度記録している。 生まれた時の名前は、ベンジャミン・ウェズレイ・リップといった。アメリカ合衆国のプロリーグに出場し始めたのは1875年、所属して、イタケ・ケオクックの球団が、当時のナショナルアソシエーションに参加した時のことである。ケオクックは短期間でリーグを脱退したため、ジョーンズは同年ハートフォードに所属を移している。1876年にナショナルリーグが始まった。 イは、当時の新シ,シナキレッツの外野手をしていた。1877年、1878年には60試合前後で、打率3割と40近い打点を挙げていた。1879年にボストンレッドキャップスに移籍し、この年、リーグ最多となる9本類が、62打点を記録、また、リーグ最多得点の記録を残したが、翌年には、ボストンを離れている。 ジョーンズは2年のブランクの後1883年からアメリカンアソシエーションのシンシナティレッドストッキングスに再び登場、同年80打点を記録し、自身2度目の打点王となる。レッツのレギュラーとして活躍したのは1886年までで翌年に金銭でレッツから放出され、現役選手としては1888年の出場が最後となった。 1890年と1891年には、プレイヤーズリーグとアメリカンアソシエーションで、審判として200試合弱の試合に出場している。数字の後のは、記録不明箇所があることを示す。ありがとうございます。